はい、皆さんこんにちは。今回ね、私が言及させていただきたいことは何に関してかというと、視聴者の方からまたね、質問いただきましたので、それに対しての回答ということにさせていただきたいと思います。質問は何に関してかというと、まず航空券を買うのにですね、旅行会社で買うのか、それとも、航空会社直にね、買うのか、それは利点不利点ね、あると思うんですけど、どうですかっていうのをちょっと質問いただきましたので回答させていただきたいと思います。一昔前でしたらですね、いわゆる業界用語で言うと IT チケット IT、これじゃいわゆる格安航空券です。私はもともと勤めた HIS なんかもそうなんですけど、 IT チケットに関してはかなり得意分野だった HIS です。ただ、現在ですね、 IT いわゆる格安航空券っていうのはほとんどもうないと言われてます。ほとんどね、私は確認する中でないと、自分が行った時はあったんですけどね。で、その中でじゃあ旅行会社行った時にどういったチケットが販売されてるかって言ったら、 PEX チケットで正規の割引の運賃ね、チケットなんですけど、 PEX チケットということで、これは航空会社が直接販売してるチケット、でございます。それを旅行会社も販売できてですね、販売してるわけですけど、かつては航空会社がですね、いわゆるその販売手数料っていうのを旅行会社が販売した場合には与えてました。で、いわゆる例えば10万円のチケットがありますよね。10万円のチケットがあった場合で、航空会社も10万円です。だから旅行会社航空会社買う値段っていうのは変わらなかったわけです。なので別に旅行会社航空会社どっちでもね、買ってもね、消費者からすれば変わらなかったんですけど、一昔前にですね、まず航空会社がいわゆるその航空券の販売手数料、これに関して 0% コミッションに関して 0% ということでコミッションを与えなくしました。その結果ですね、もし例えば旅行会社がそのPEXチケットを販売しますよね。で、航空会社から今までだったら 5% とか 10%、その、利益のね 10% もらってたわけですけど、売上のね、そのあれが、結局もらえなくなってしまったわけです。その結果旅行会社がどのようにしたかっていうと、販売手数料っていうのを設けてですね、これによって利益を得るという形にしました。もちろんその利益、いわゆるコミッションがもらえなくなってしまって販売をしてたら、電話とか紙代とか赤字になってしまいますよね。なので、その中で、コミッション 0% コミッションということで、各旅行会社はですね、航空券販売する際に、販売手数料というのを設けることにしました。これは旅行会社によって価格は違ってくるんですけど、5000円から大体7000円ぐらいと言われています。だから皆さんがもし例えばですね、どっか旅行会社行ってください。 DTB でもね、もしくは HS でもいいです。行ってみて航空券を問い合わせてください。その時にですね、航空券、明細出してもらって、見積もり出してもらってですね、明細のところに航空券、あとは航空運賃ね、その税金がありますよね、インサーチャージとか、その下にこう手配手数料というのが入ってくると思います。これがいわゆる利益なわけです。なので今までだったら航空会社旅行会社で買うのも変わらない値段、もしくは IT チケット格安航空券が、旅行会社から下ろしてもらってですね、単体でこう航空券販売した時があったら、その時は旅行会社買った方が安い時代があったわけです。ただ今はですね、先ほど言ったようにPEXチケットが主流になっているのでほとんどなので、その分ですね、やっぱりその旅行会社が販売する際は手数料を、お客様に請求するので、正直な話、値段だけを考えたらですね、これは、航空会社にホームページに直接申し込んだがいいということです。ただ航空会社申し込むときに、クレジットカード必要ですね。クレジットカードは何らかしらの理由で持ってない方もいらっしゃるかもしれないんで、その時は、無理ですよね。だからそういった時は旅行会社に行って現金払いってことになるわけですけどね。で、でもそれでも例えば手配手数料を払ってでも、じゃあ旅行会社で航空券を買う、いわゆる利点メリットってのはあるかということです。私自身は例えばインドに、去年の3月行った時にですね、別に自分でチケットは取ることできたわけです。 TG いわゆるタイ航空ですね、これはバンコクでストップオーバーしてですね、そのままムンバイで、ムンバイイン、ムンバイアウト、そして帰りにバンコクにストップオーバーして、そこで乗り捨てました。で、その後バンコクの旅行会社でですね、ベトナム航空のホーチミン経由、ホーチミンでストップオーバー滞在してですね、その後セントリア、名古屋まで行ったわけですけど、
そういうチケットを買ったわけですけどね、まず自分でも手配できたんですけど、もともと私は HS 働いてこう手配してましたから、まあ、その手配は慣れてるんですけどね、だからだけどなんでかっていうとインドのビザが必要だ、今またちょっと簡単になったみたいなんですけど、一時にすごく難しくなりました、ビザを取得するのにね、だからわざわざ東京まで行って、今自分は浜松ですけどね、その東京まで行ってね、行くだけでもお金かかるので、だったら1万いくら手数料払ってですね、まあ、JTBに頼んだんですけどね、だからその時にまあビザだけ頼むわけにはいかないので、ついでに航空券とセットで頼んで行ったわけです。もしくはヨーロッパに数年前行った時もですね、航空券、ユーレルパスだけ頼むのも味気ないと思ったんで、まあ、航空券も一緒に手配してもらった感じです。もし何かあったら旅行会社に電話してですね、なんか言うことできますよね、なんかやってもらうことできますよね、なのでそういった意味ではそれが利点なのかなって感じはするんですけどね。ただまあ基本的には値段だけを考えたら、航空会社、今の世の中ではね、航空会社に直接ホームページから予約した方がいい、ただその場合はクレジットカードが必要ということを覚えておいていただきたいと思います。で、パッケージ旅行に関しては相変わらず、まあ、安く航空会社から、ね、仕入れることができるわけですけど、リーマンショック後にですね、やはり各航空会社が潰れないために、航空会社の小型化っていうのを進めてきましたし、今訪日外国人の数も増えてます。それによって日本に来て日本から帰る便、これは結構ね、小型化が進んで、さらに、その来る人が増えているわけであって、だってなかなか余る席がない、今までだったら余った席を安く買い取るというやり方でやったのが、それがなかなかうまくいかなくなってきているので、ちょっと厳しい状況下にあるみたいですけど、まあそれでもね、ツアーに関してはもちろんやっぱり旅行会社で利用してね、結構安くね、特にビーチリゾートなんかだとホテルとセットで行くとね、自分でやるよりも安い時ありますから、これは本当にあります。ただ航空券単体を考えたら、現状はもし値段だけを考えるのであれば、まあホームページから直接利用した方がいいかなって感じがします、この航空会社もね。まあ、こんな感じで、今回言及させていただきましたけど、皆さんも何かね、質問とかリクエストがあれば教えていただけ、このように回答させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。